はい、始まりました。毎度おなじみゆうこ .tv です。こちら千葉県旭市 JR 干潟駅から徒歩30秒ほどにございます。手作りアクセサリーの店ラスタから配信しております。人生に役立つ情報をほぼ毎日配信中ということで、本日も共に学んでいきましょう。今日のお題はですね、勝ち負けにこだわるより楽しんでる人の方が輝いてる、こちらのお題を今から読んでいきます。私の祖母は未だに若いです。かっこ母方の母、すでに80歳を超えているにもかかわらず、ダンスや川柳をして毎日楽しんでいます。私が電話をしてもほとんど家にいません。そのくらい外で何か習い事をしたり人と会ったりしているということです。私の祖母はダンスや川柳を楽しんからやっていると言います。年を取っても若々しくいられるのは毎日に楽しいことがあるからなんだなと思いました。勝ち負けにこだわらず、ただ純粋に楽しんでいるわけです。スポーツや勉強、仕事もそうですが、普通はつい勝ち負けを意識してやってしまいがちです。勝ち負けがあるからやる気が出るということもあるでしょう。勝てば相手の不幸を喜び、負ければ自分の不幸に悲しむという感情の波が激しくなってしまうことは言うまでもありません。勝ち負けを目標とするより楽しむことを目標としていけばいいのです。イチロー選手はアメリカ大リーグで年間安打262本を達成して事実上世界一になりました。日本から国民栄誉賞を授与するという申し出を断りました。イチロー選手はモチベーションを大切にしたいからと言って断りました。まさにイチロー選手の試合こそ勝ち負けにこだわっているのではなく、野球を楽しんでいる姿です。楽しむことを大切にしているからこそモチベーションややる気を出すことができ、素晴らしい成績を残すことができたのです。素晴らしい生き方とは勝ち負けにこだわる生き方のことではありません。その時その時を楽しむ生き方のことなのです。今日の格言、勝ち負けより楽しむことにこだわる。なるへそ。確かにね、楽しむことは一番だと思う。むしろ楽しいと思わないことはしないようにしてますね、俺は。心がなんか乗らないな、なんかやってて意味あるかなっていうのは、なるべくしない。楽しいことを選んで、自分が楽しそうだな、面白そうだなっていうことをやってます。はい。先月も初めて料理教室に行きました。おばちゃんたちに囲まれ、男一人、俺、マクロビオティック、マクロビの料理を習いに初めて行ったんですけど、やっぱ楽しいですね。知らないところに行って知らない人と話をして新しいことに挑戦するってことは楽しい。それは自分が興味あることだから。今月も10日に今度はカレーを作りに行ってみたいと思います。ということで、なるべく勝ち負けよりも楽しさを重視していきたいと思います。それでは良い土曜日を、週末をドロン。